皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回もゆっくり解説をやっていくぜ。高評価、チャンネル登録、拡散もよろしくね。今回はポケモンのアニメの解説をやっていくぜ。お願いします。ということで今回はポケットモンスターベストウィッシュがどうして賛否両論になってしまったのかについて解説していくぜ。アニポケ歴代最低と言われることが多いわよね。新無印でそれを更新してしまう疑惑があるがな。まあ、新無印の動画は新無印完結後にあげるぜ。ということで話していくぜ。ポケットモンスターベストウィッシュは、日本のテレビ東京系列局などで2010年9月23日から2013年10月3日まで放送された、ゲームソフト、ポケットモンスターシリーズを原作とするテレビアニメだぜ。ダイヤモンドパールの続編として放送され、BW などと訳される場合もあるな。ダイパが名作と名高くて、一新されてたから期待されてたわよね。だが、蓋を開けてみればヤバい点があまりにも多く、賛否両論の作品になってしまったぜ。そして、このベストウィッシュを機に、アニポケが狂い出したと言われることが多く、アニポケの中でも黒歴史、戦犯扱いされることが多い不遇の作品でもあるぜ。マンネリ打破のために新しいことをやろうとした結果、裏目に出てしまった感が否めないんだよな。もちろん、悪いことばかりではないんだがな。そうね。ということでここからはベストウィッシュの評価点を話していくぜ。お願いします。まず一つ目は BGM や主題歌は全体的に好調だったと思うぜ。まあ、ポケモンはベストウィッシュに限らず曲や BGM は良質なのが多いがな。特にベストウィッシュシーズン2最後のオープニング曲である夏目草上地が個人的にすごい好きなんだよな。アニポケの曲の中でも3本に入るくらいには夏目草上地が好きだぜ。だが、この夏目草上地はベストウィッシュで最後の曲だからか、かなり影が薄い曲で、知らない人もちらほら見られるぜ。アニポケで一番好きな曲は？君の胸にラララだぜ。ポケモンの曲だとこれがぶっちぎりで一番好きだぜ。二つ目の評価点はマンネリ打破だな。いろいろととやかく言われることが多いベストウィッシュだが、日常会話全体的に好評と言っていいぜ。今までのポケモンはサトシたちが旅をする、新しい人やポケモンと出会って交流、ロケット団が邪魔してくる、ロケット団が倒されるという流れで、この流れを10年以上やってたぜ。ダイパまでのポケモンは事務戦やリーグ、コンテスト以外だと毎回毎回同じことの繰り返しだったわよね。だが、ベストウィッシュからはロケット団がシリアス化、準レギュラーに降格したことで、話がワンパターンではなくなり、話の幅は広がったと言っていいぜ。まあ、ロケット団自体の人気が高かったので出番削減で残念がってた人も多かったんだがな。だが、ベストウィッシュのこのマンネリ打破は後のシリーズでも活かされてるので決して悪いものでもなかったと思うぜ。ベストウィッシュで色々と変わったわよね。三つ目の評価点は終盤のまとまりの良さだな。序盤中盤はグッダグダだったベストウィッシュだが、終盤はまとまりが良かったぜ。最終シリーズであるデコロラアドベンチャーはサトシが一市から関東地方に戻るまでの話なんだが、その間に色々な場所に巡る冒険、アドベンチャー感が強く強調されてて、話のまとまりも続編の XY につながる終わり方で、ベストウィッシュの話で一番まとまってたと思うぜ。デコロラアドベンチャーは好きって人も結構多いわよね。だが、デコロラアドベンチャーは終盤も終盤で、この頃にはベストウィッシュの悪名高さは相当有名になってしまってたので手遅れだった感があったぜ。最初からデコロラアドベンチャーみたいなまとまった話にしていればまた違ったんじゃないかと思うぜ。それとやっぱりデコロラアドベンチャーの主題歌である夏目草上地が本当にいい曲で好きなんだよな。マリサさっきからそればっかり。ということでここからはベストウィッシュの問題点を話していくぜ。お願いします。まず最大の問題点がサトシリセットだぜ。なんと、ベストウィッシュはサトシがトレーナーとして劇的に弱体化してしまったぜ。具体的に何をやったのかというと、ポケモンを捕まえる基礎を忘れる。事務戦の神連れとのバトルではポケモンを1匹しか用意しておらず、その1匹がやられるとポケモンセンターに戻って代わりのポケモンを補充してからバトルするなど、今までのサトシだと考えられない行動をしていたぜ。これヤバすぎるわよね。しかも過去に出会ったポケモンを覚えていないような発言をしてたり、バトルスキルそのものが下がってるような描写も多く見受けられるぜ。また、これに付随してピカチュウの弱体化もひどかったぜ。ピカチュウは AG ではレジアイスに勝利、DP ではラティオスと引き分けるほどの実力があったんだぜ。
それなのにゼクロムの電撃を受け、弱体化していたとはいえ、新米トレーナーのシューティーのツタージャに負けてたぜ。ツタージャに負けたのがマジで納得いかなかったわ。それにジム戦でもピカチュウはヒヤップにやられてたしな。ベストウィッシュの頃のピカチュウは特に序盤の勝率が良くなかったぜ。まあ、サトシのピカチュウは強さにムラがあるのは昔からなんだが、それにしてもこの落差はひどかったな。いずれにしても、ベストウィッシュはとにかくサトシ、ピカチュウの弱体化が著しかったぜ。まあ、サトシ自身、精神的に成長してるような描写もあり、この頃のサトシは基本的に大人な対応をとってたがな。精神的にかなり大人になってる割にはバトルが稚拙だったりするからわけわからなかったわ。サトシのデザインも大幅にリファインされたのもベストウィッシュからで、これ以降、アニポケを見るのをやめてしまった人がかなり多かったようだぜ。特に前作のダイパではサトシ最大のライバル、シンジと切磋琢磨して己のバトルスタイルを見つめ直し、徹底的に鍛えたはずなのにそれが今作では全くなくなってしまってたからな。前作を見てる人からしたら失望がものすごかったぜ。どうしてこうなったんでしょうね。おそらく、心機一転するということで初めて見る人にもわかりやすいようにと思ってやった配慮だったんだろうが、かえって裏目に出てしまっていたぜ。とにかく、ベストウィッシュにおいてサトシの弱体化はたびたび指摘されていたぜ。だからなのか、以降のサトシは露骨なリセットは見受けられなくなったぜ。サトシリセットは制作陣も相当反省してたみたいね。二つ目の問題点は悪の強いライバルが多すぎることだぜ。シューティー、ケニアン、コテツ、ベル、バージルと5人もいる上に、バージル以外は悪が強く、無駄に多いぜ。テントのライバルにカベルネ、アイリスのライバルにラングレイがいるが、これまた非常に悪が強いぜ。ラングレイは他のライバルと比較したら可愛げのある性格だし、見た目が可愛いのでまだ人気があるが、カベルネは見た目もいまいちでそれ以上に性格がとにかく悪いぜ。そもそもカベルネはアニポケのライバルの中でも扱いがクソ悪いわよね。ベルは原作と比べるとかなり鬱陶しいキャラになっており、賛否両論だぜ。他にも吹き寄せシティのジムリーダーのフーロは趣味のフライトをしたいがためにエアバトルという自分のイメージだけで勝敗を決めるといういい加減なジムリーダーに解約され、これまた賛否を生んだぜ。というか、BW の原作キャラの扱いが全体的に悪く、解約が非常に多いぜ。そして、シューティー。コテツに至っては二人揃ってアニポケ史上最悪のライバルと評されることが多いほどひどく、ベストウィッシュが黒歴史扱いされてる理由の一つだと思われるぜ。シューティーとコテツはマジで何のために登場させたの？って感じよね。シューティーはサトシに対して不遜な態度をとってたぜ。さらにシンジと違って強さが伴っておらず、サトシ以外だと負けてることが多いぜ。これのせいで劣化シンジとか言われてしまってるぜ。しかも、リーグ戦ではピカチュウに一撃でやられ、その後はなんかサトシといい感じに和解してフェードアウトしたぜ。この唐突な展開に多くの視聴者が置き去りにされたぜ。一応、シューティーもアデクトのバトルで考えを改め始めたという話があるんだけど、それにしても唐突な展開だったわよね。それに結局はシンジの劣化にしかなってないし、コテツはもうマジでクソのオンパレードでクソオブクソだぜ。コテツはポケモンのスペックは強いが本人は未熟なタイプのトレーナーだぜ。まあ、コテツもとっさのひらめきで相手を翻弄することもあるがな。だが、サトシとのリーグ戦が本当にゴミ試合で、なんとコテツはフルバトルを5対5と勘違いした挙句、相棒のリオルが進化してサトシに逆転勝利するという逆主人公補正で勝ってしまったんだぜ。マジでこんなカスにサトシが負けたのが納得いかなかったわ。しかもその後のバージルとのバトルではやけくそになって負けてたしな。というか、これに付随して話すが、一種リーグはとにかくレベルが低く、歴代最低と言われることが多いぜ。どれもこれもリーグ戦とは思えない低レベルな試合で、唯一面白かったのはサトシとケニアンのバトルのみで他はクソ試合だったぜ。バトルの作画自体は全体的に良かったんだが、それを台無しにするぐらい内容がゴミだったぜ。一種リーグはマジで歴代最低よね。ただし、サトシとケニアンのバトルだけはかなり面白く、一種リーグで唯一褒められる試合だぜ。故にケニアンがサトシの真のライバルと評されることがあるぐらいだぜ。ケニアンは他のライバルと違ってどぎついキャラでもないため、ベストウィッシュのサトシのライバルの中だと人気は高めだぜ。ケニアンがベストウィッシュ唯一の良心とか言われてるぐらいよね。三つ目の問題点はタケシ交番だぜ。タケシはその高いスペックとそれに反して3枚目な活躍によって人気があったんだぜ。サトシ最大のヒロインと言われるぐらいにはサトシとの付き合いが長く人気だったぜ。今でこそタケシ交番は落ち着いてるが、
当時はかなり騒ぎになり、たけしがいないとクレームが殺到したことがあったぐらいだぜ。海外でもたけしの人気は高かったようで、かなりショックが大きかったようだぜ。当時の私もたけしがいなくなった喪失感がすごかったわ。四つ目の問題点はロケット団シリアスカーンとキャラがブレブレだったぜ。武蔵、小次郎、ニャースの三人は DP までは悪役だが間抜けで優しいところもあって憎めず、自分のポケモンにはちゃんと愛情を注いでるところに魅力があったんだぜ。だが、今作ではシリアス化したせいで普通に有能な味のないキャラになってしまい、ポケモンとの絆もあまり描写されなかったので非常に賛否両論になってしまったぜ。ロケット団シリアス化のせいでロケット団の魅力がごっそりなくなっちゃったわよね。また、東日本大震災の影響でロケット団対プラズマ団の放送がお蔵入りとなり、シナリオを大幅に変えざるを得なくなってしまったぜ。リゾートデザートの調査をしようとして終わったはずなのにいきなり飛雲寺無線に突入して違和感を覚えた人も多かったと思うぜ。さらにこの話以降、ロケット団がシリアスになったり、バカキャラになったりを繰り返すようになり、キャラがブレブレだったぜ。ロケット団はシリアスになったり、バカキャラに戻ったりの繰り返しでわけわからなかったわ。5つ目の問題点は旅仲間がいまいちだったぜ。デント、アイリスは当時での評判があまりよろしくなかったぜ。デントは今でこそそれなりに人気があるが、当時はたけしの後釜ということもあって世間の目は厳しかったぜ。まあ、本人の弾けっぷりで一定の人気を得られたがな。だが、アイリスはデント以上に評判が悪く、生意気な面が目立ってたぜ。アニポケのヒロインの中でも最低クラスだぜ。アイリス好きって人あまり聞かないわよね。アイリスの性格があまりよろしくなかったんだよな。それでも話が進むごとに成長していったがな。それに新無印ではチャンピオンとして再登場しており、新無印でかなり株を上げてるぜ。新無印のアイリスはかなり精神的に成長してるんだよな。新無印再登場キャラで最も恩恵を受けたキャラがアイリスかもしれないぜ。アイリス地味に優遇されてるわよね。6つ目の問題点はシナリオが全体的にグッダグダだったぜ。これに関しては大人の事情も多少関係してるぜ。というのも、東日本大震災の影響でシナリオを大幅に変えざるを得なくなってしまったんだぜ。これによって話がグッダグダになってしまい、この状態がエピソード N 編まで続いてしまったぜ。デコロラアドベンチャーでようやく話をまとめることができたが、この頃にはベストウィッシュを見限ってる人が多かったぜ。あまりにもグダグダな期間が長すぎたわよね。シーズン2から過去のキャラやポケモンも登場してるぜ。光、シロナはまだ比較的扱いが良かったが、リザードンの扱いが非常に悪かったぜ。リザードンを再び手持ちに入れるもろくな活躍がなく、ただの豪華な手持ちとかしてたぜ。さらにリザードンの代わりに大木戸研究所に送られたケンホローもサトシが、ケンホローに決めましたと言い、雑な感じで送られたぜ。ケンホローかわいそす。ケンホロー問題に付随するが、サトシの手持ちポケモンの扱いも非常に悪かったぜ。御三家のミジュマル、チャオブー、スタージャは比較的出番が多かったが、それ以外のポケモンの扱いが良くなかったぜ。今作のサトシは6体以上ポケモンをゲットするんだが、そのせいでポケモンの活躍が分散してしまったぜ。そのせいでバトル以外の日常会で全く登場しないポケモンまで出てきてしまってたぜ。これほんとどうにかならなかったのかしらね。7つ目の問題点は映画が全体的に不評だったぜ。1作目の黒き英雄ゼクローム、白き英雄レシラムと2作同時上映されたんだが、わずかな違いしかなく、2作やった意味があまりなかったぜ。2作目の聖剣士ケルディオはあまりにも評判が悪すぎてアニポケ最低の映画と言われてるほどだぜ。3作目のミュウツー覚醒は、ミュウツーの逆襲で出てきたミュウツーとは別個体のため、期待外れと言われてしまったぜ。ミュウツーに関しては友達も失望してたわね。ベストウィッシュの続編である XY にも影響は及び、XY でも興行収入が上がることはなく、下がり続けたぜ。聖剣士ケルディオはケルディオ主体の話で、そのケルディオが自分勝手で評判がよろしくなかったぜ。ケルディオの成長物語だったんだが、あまり受けなかったぜ。ケルディオはあまりにも評価が低すぎるせいで過小評価されてると思わなくもないぜ。まあ、良作なのかと言われたらちょっとうんとは言いにくいがな。そうね。ここからは総評を話していくぜ。お願いします。という風に、ベストウィッシュは新しいことをしようとした結果、すべて裏目に出てしまったと言えるぜ。また、ベストウィッシュ以降、アニポケ全体の人気が落ちていったのでベストウィッシュを戦犯扱いする人も非常に多いぜ。
それぐらい、ベストウィッシュは悪い意味でインパクトが強かったんだよな。ライバル、ポケモンリーグ、旅の仲間、シナリオが歴代最低と評されてるぜ。全体的に悪い要素ばかりが目立ってるわよね。だが、マンネリ打破、日常会の面白さなど、ベストウィッシュでも評価できる要素があるのは事実だぜ。まあ、新しいことをやろうとした結果、それらが裏目に出てしまったというのが私の感想だな。急遽路線変更が行われてなければまだ評価は違っていたかもしれないぜ。実際、続編の XY ではポケモン屈指の名作と高い評価を得てるしな。とまあ、解説はこんな感じだな。これで解説は終わりね。総括するとベストウィッシュは新しいことをやろうとした結果、裏目に出てしまった作品と言えるぜ。アニポケシリーズの中でも不遇の作品だったと言えるぜ。そうね。ということでこれでベストウィッシュがどうして賛否両論なのかの解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。